秋から冬にかけて気候の穏やかな間、クイーン学院の学生たちは新しい視線を使って金曜日ごとにカーモディまで汽車で帰ってきた。そしてダイアナや他の数人の友達が駅まで出迎え、黄昏の道を笑いさざめきながらアボンリーまで歩くのだ。ギルバート、おかえりなさい。ダイアナ、元気そうね、あなたも。カバン持つわ。いいわよ。うろうろしないで落ち着いてくださいな。アンはまだ汽車でカーモディに着いたばかりですよ。兄さんがそこらでうろうろしたからってアンがその分早く帰ってくるわけじゃありませんからね。そうさの、そりゃその通りだもん。あれ、そういうお前だってなんだか落ち着きがなく見えるがな。いや、私はね、アンが帰ったらさぞお腹を空かしていることだろうから、帰ってきた時にはすぐ食事ができるようにと思って急いでるだけですよ。負け惜しみを言おうって。何か言いましたか？いや、わしは何も言っておらんよ。ねえ、ルビーは髪を結い上げるんじゃなかったの？そうよ、町ではね。秘密なの。それがね、お母さんに見つかったら叱られるからって今朝元に戻しちゃったのよ。私見たかったわ、こんなのよ。向こうでもずっとアンなの、あの二人。今のところはね。でもルビーはギルバートが好きになるタイプじゃないわね、アン。そうね。でもルビーは美人だし、ギルはハンサムですもん。似合いかもしれないわ。そうね。あら、でもルビーが言ってたわよ。ギルバートの言うことの半分もつかめないって。ギルは何か考え込む時の案、あなたとそっくりな話し方をするんだって。でもルビーはね、書物にしろ何にしろ必要のない時に頭を使うのは真っ平だし、そこ行くとフランクストックリーは活動的でいいんだけど、ギルバートの半分もハンサムとは言えないから、今のところどっちが本当に好きなのか決められないですって。ルビーったらいよいよご発展ね。そう、昔自分で言ってた通りを実行してるの。そんなことないよ。あら、そうかしら。そ
アンはさっきはああ言ったけれど、ルビーはギルバートの本当の相手ではないと思っていた。そしてアンもギルバートのような友達を持って、冗談を言い合ったり、書物や勉強や将来について意見を交わしたりできたら、さぞ楽しく素晴らしいだろうと思わないわけにはいかなかった。とうとううちまで送らせちゃったわね。いいのよ。これが一週間で一番、私の楽しみなんだから。じゃあ今度は私が小川の端まであなたを送っていくわ。マシューとマリラが待ってるわ。いいのよ。まだ聞いてもらいたいことがあるの。悪い子ね。やっとアンが帰ってきましたよ。ダイアナと一緒に。あんたら。私ね、このことをまだ誰にも話してないんだけど、あなたにだけは打ち明けたいの。今度クイーンにもエイブリーっていう奨学金が出ることになったの。ただで本土のカレッジ行けるのよ。もっとも卒業生のうちそれをもらうのはたった一人という難関なんだけど。わかったわ。それを狙うのね。ええ。すごいわ。金メダルと奨学金なんて、あなた大変な欲張りね。でも、目標を持って勉強するのはいいことでしょ？たとえ失敗しても。もちろんよ。もし取れたらアンは学士様か。でもカレッジは4年間でしょ？その間また離れて暮らすのはちょっと寂しいわね。それなのよ。だからマリラやマシューにもまだそんな話何もしてないの。二人は私が来年グリーンゲーブルズに戻ってきて、学校の先生になるって思い込んでるんですもの。なんだか申し訳なくて。でもそのエイブリー奨学金をもらうって大変な名誉なんでしょ？だったら大丈夫よ。少なくともマシューのおじさんは大賛成ね。そう思う？そうよ。それにただなんだし、クイーンに入った時あんなに喜んだんですもの。マリアだってアンが学士になるのに反対するはずがないわ。それはそうかもしれないんだけど。でもなんだか勇気が湧いてきたわ。大丈夫。頑張るのよ、アン。ありがとう、ダイアナ。あなたが励ましてくれるんで、本当に心強いわ。私はいつもあなたを信じてるわ。ダイアナ。あんたらいつまであんなところでおしゃべりしてるつもりなんだろうね。ダイアナならうちを呼んでくればいいじゃないか。マシューがさっきから首を長くして待ってるって言うのに。そうさの、二人だけで話したいことがいろいろあるんだろうよ。だからその、そんなことは分かってますよ。あ、来ますよ。帰ってきましたよ。ただいま。ただいま、マシュー。マリだ。おかえり。おや、帰ったのかい。おかえり。この匂い、懐かしいグリーンゲーブルズの匂いだわ。なに、ただの煮物の匂いだよ。お腹空いてるんだろ。ええ、もうすっかり用意できてるからね。手を洗ったらすぐ食事にするとしようよ。ええ、うちに着くまでは帰れる楽しさでお腹のことなどすっかり忘れてたけど、本当にもうペコペコ。帰れる楽しさじゃなくて、ダイアナと会う楽しさじゃなかったのか。え、いや、まあそんなことだろうと思って今夜うんとごちそう作ったんだよ。うちに帰った時ぐらいたっぷりを食べ。ありがとう、マリラ。私すぐ着替えしてくるわ。すぐにだよ。はい。これマリラに、スカーフなの。とても安かったの。掘り出し物よ。町の市で見つけたんだけど、これからにちょうどいいと思って。おやおや、気に入ったかしら。嫌味のないい柄だね。ありがとう。それからマシューのお土産を随分考えたんだけど、どうしても何を買っていいかわからなかったの。ごめんなさい。わしゃこうやって毎週お前が帰ってくることが何よりのお土産だよ、アン。でもね、アン、土産をもらって小言を言うのもなんだけど、
お小遣いは大切に使ってほしいね。暮らし向きに困っているわけじゃないけど、無駄遣いはいけないよ。いいじゃないか、マリラ。いつもというわけじゃないんだから。いいえ、こういう時にはっきり言っておく必要があるんです。私、そのスカーフを見た途端、これはマリラにぴったりだと思って。だけど、マリラの言うことはよくわかるわ。私、気をつけます。怒ってるわけじゃないからね。とても嬉しいと思ってますよ。これから気をつけてくれればそれでいいんだよ。冷めないうちに食べてくれ。ありがとう。わあ、美味しそう。いただきます。で、学校の様子はどうなんだね。この前話したプリシラ・グラントね。ああ、あんたと同じようによそ見ばかりしている夢見る乙女かね。あらそれがね、友達になって分かったんだけど、プリシラってとても知的なの。とってもお茶目で冗談がうまいわ。でも私はステラ・メイナードが一番好き。黒い瞳で本当に明るい性格よ。もちろんダイアナの次によ。ダイアナが一番大事なことに変わりはないわ勉強の具合はどうなんだね。自分としては今のところ順調にいってると思うけど。なら来年卒業試験に合格して先生になれることは間違いなさそうだね。ええ、これで一安心ですね、兄さん。そうさの。ギルバート・ブライスは元気か。そうね。ギルバートはとても立派にやってるわ。彼は金メダルを目標に勉強しているし、相変わらず私の手強いライバルよ。いや、案にかなうものは言いやせんよ。マシュー、またそんなこと言って、アンにあんまり頑張らせすぎないでくださいよ。そうさの。体を壊さん程度にな。大丈夫よ。それより今食べさせてちょうだい。私まだ。ほれ、お前が質問攻めにするから。そうだね。お食べ。ごめんなさい。アンが成長した分だけ、マシューとマリラは年老いてきた。週に一度グリーンゲーブルズに帰ってくることはアンの楽しみである以上に、マシューとマリラにとっては生きる支えと言っていいほど楽しみなことだった。来たのか。うちに帰った日ぐらいゆっくりしてていいんだよ。グリーンゲーブルズに朝寝坊は似合わないわ。じゃ、乳搾りに行ってくるか。いいことがあるよ。そうか。ああ、バケツ。何を慌ててるんだね。生まれたんでしょ。やれやれ。いつ見ても可愛いわ、牛の赤ちゃん。火曜の朝生まれたんだよ。これはお前のもんだよ。え？いや、そのあれをお前にやるよ。本当？ああ、ありがとうマシュ。こんな素敵なプレゼントないわ。でも、無論面倒はわしたちが見るよ。持ち主はお前だがな。まあ。あら名前はその…待って。いや、お前につけてもらおうと思ってな。まだないんだよ。よかった。私この子ドリって呼ぶわ。
だって目がキラキラ黒くてとってもおとなしそうなんですもの。ドリーか。おいで。おはよう。みんな元気だったわね。アンは週末の休暇の間はアボンリーの学校に行っていた頃と同じようにマリラの手伝いをして少しでも二人の手助けになりたいと考えていた。そしてまばゆいほどの日差しに満ち溢れるここ果樹園では例年になくリンゴが大豊作で、アンはマリラに代わって大いに摘み取りに精を出した。そうだ、その日の午後、マリラの提案で三人は冬支度の買い物がてら、リンゴをジュースにしてもらいにブライトリバーまで出かけたが、三人で外出するのはグリーンゲーブルズ始まって以来のことであった。マッシュ、兄さんが考えていることを当ててみましょうか。そうさの、その答えはなぞなぞよりは優しそうだな。でも私が考えたことは当たらないわよ。なーに、あんだってマッシュと同じことに決まってるよ。それはそうだけど、私ね、グリーンゲーブルズに来てちょうど1年目の日にマリラがマッシュと私をこの喜びの白い道へ来させてくれたことを思い出してたの。そうさの、そんなこともあったな。ありましたね。これが町へ持っていく分だよ。ああ、こんなにいっぱい、みんなに分けてあげられるわ。マシュ、これどうでしょうね。そうさの、わしゃ、これがいいんじゃないのかな。え？短い秋の一日だった。アンもマシューもマリラも、それぞれの胸の中で、
共に生きていることの幸せをしみじみとかみしめていた。ドリ、来週会うときはもうそこら中跳ね回ってるわね。うん、早くしないと遅れるよ。はーい。じゃあ元気でね。行ってまいります。寒くなるから風邪をひかないように気をつけるんだよ。マッシュもマリラもね。心配はいらんよ。行っておいで。気をつけてね、アン。ダイアナも元気で。奨学金、きっと頑張ってね。ええ。マシューとマリラにはとうとう言い出せなかったけど。アンがカレッジへ進むつもりだって？おや、知らなかったのかね。私はてっきり。どこでそんなこと聞いたんだね。いえね、ルビーが間違いないって言うんだよ。上司がその奨学金の話をした時のアンの目の色はただごとじゃなかったってね。やっぱり町へなんか出すとろくなことはないね。年取ったあんたたちを置いて学問のできるのをいいことに勝手に大学へ進もうなんて、優しい娘の考えることじゃないよ。マシューだって心臓の発作がこの頃多いって言うじゃないか。あの子は何としても家に帰って学校の先生になるべきじゃなかったのかね。レイチェル、今も私たちがあの子を養子にしてないのはなぜだかわかるかね。あの子は神から授かった子なんだよ。もともといなかった子だよ。あの子がそうしたいというのなら自由にさせてやりたいんだよ。ごめんよ。それにあの子がもしその奨学金を獲得したとしたら、それは自分の力でカレッジに入るということだろう。大変名誉なことだし、向こうからお金を出して通わせてくれるっていうのに、本当の親でもそれをやめさせるのは愚かなことじゃないのかね。マリラ、きっとあの子は私たちのことを考えて言い出しにくかったんだろうよ。それにそんな奨学金まだ取れるかどうかもわからないじゃないか。私はあの子にその目標に向かって進んでいいって書いてやりますよ。やれやれ、まああんたも変わったもんさね。あんで驚かされたことは数えきれないけど、どうやらまだまだ続きそうだよ。あ、いただきますよ。期末試験に備え、シャーロットタウンに留まる決心をしたアンは、マシューが発作で倒れたことを知ります。次回、赤毛のアン第44章、クイーン学院の冬、お楽しみに。走っても終わらない花の波、湖は遠く、燃える雲はもっと遠く。